タートで。はい。はい、じゃあ、エリサ先生、あ、どうぞこちら。はい、もちろんです。ヨガの動画を 3ヶ月に1回、そうですね、3ヶ月に1回、はい、なんですけど、ちょっと4ヶ月ぐらい多分空いちゃったと思うんですけど、うん、そうですね、はい、空いちゃいましたね。そうなんです。またちょっとどれだけ進歩しているのかという記録ということで、はい、記録取っていきましょう。よろしくお願いします。今産後1年2ヶ月ですね。1年2ヶ月、はい、産後1年2ヶ月で、はい、最近どうですか、調子は。最近はキックボクシングもやってて、うん、でちょっと自重のトレーニングも軽くやってるんですけど、うんうん、まあ、特に痩せはせず、うん、ただヨガのレッスンのおかげでキックボクシングのなんていうんですか、動きの理解がスムーズです。自分的には足の動かし方とか、足っていうか軸ですね、軸ですね、はい、うんうんうん、軸とあとなんかそうですね、真ん中、うん、真ん中から動くとかですね、うんうんうん、それが全然違いますね。やっぱりね、振られちゃったりブレたりね、はいはい、そうですね、力も分散しちゃったりしますもんね。 それが全然違うのと、うん、あとこの昨日カッピングすごいし、めっちゃ赤いそうカッピングしてもらったんですけど、ね、うん、そしたら肩甲骨がすごい柔らかいって言われて、年の割に何か言ってますかって言われて、うんうん、でヨガやってますって言ったら、多分これヨガですねって言って、肩甲骨が柔らかいって言われました。最近ね、はい、一生懸命腕やってますか、すごいやってるじゃないですか。で、あ、ちゃんとその見る人が見たらっていうか、まあね、いろんな人の体のケアやってる方だと思うんですけど、うんうん、肩甲骨がやっぱり全然、うん、動くって言われました。あ、そうですか、うん、だから良かったです。よかった。でも自分的にはまだまだ全然なんでただなんかこういうなんていうんですか、こういう後ろ見せてもらって、はい、あ、でもね、これがつけるのが普通は無理ですよ、はい、うん、合掌しないもん。こう合掌がそうそうそう、大体届かないとか、はい、手が離れちゃうとか、うんうんうん、肩甲骨寄んないといけない、はい、そうそうですよね、うん、だからこれがスムーズにできるようになったから、うん、多分これも前多分できなかっただろうなと思うんで、こういうのができる、肩が、はい、開くようになってきたなという、ね、ってますもんね、はい、まあ感じてます。はい、ということで、じゃあよろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。じゃあ今日も肩とね、肩甲骨と、はい、よいしょ、開いていきましょう。はい、じゃあほぐしから、じゃあ、はい、マット引いていただいて、私の、はい、私も引きます。肩を、はい、で、よいしょ、私ちょっとやったことないんですけど、やった人の話はね、はい、うんうん、まあ、聞くは聞くんですけど、カッピングどうなるんですか。気持ちいいですけどね、うん、やってもらってる時気持ちいいって感じですね。はい、なんか毒素を出すとかそっちで言うけど、うん、でも別に普通に血行が良くなる、あ、そうなんだ、だけっていうか、はい、なんか血行良くなる施術の一つな気がしますけどね。なんか脂肪を取るとかそういうことじゃないですよね。全然そうじゃないと思いますね。血の巡りが良くなる感じがあるので、なんかよくその背中の跡を見ますもん。いや、そうですよね、うんうん、これね、これやっぱすごいね、痛そうに見えるけどそれはないっていうやつですね。全然痛くないですね。やっぱり動かしましょう。でも気持ちいいんですね。気持ちいいですね。そう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 、何分ぐらいですか。これは昨日やってもらったんですけど、はいはい、昨日どれぐらいかな。これ自体は30分とか40分ですね。うん、結構まだ、はい、そう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 、うん、はい、全然だから、いざ、うん、もう見た目に反してね、そうですね気持ちいいものだと、うん、はい、ももを裏行きましょう。今の後ろ、ほぐします。知らない人見たらびっくりしちゃいますよね。びっくりしちゃいますよね。どうしたのってね、なりますよね。5、6、7、8、9、10、はい、OK です。じゃあ膝を立てて、膝の内側に倒
右足伸ばして右足下です。また下に肘ついて、お尻の外側を出します。これだけでもきついですか。でもね、これが痛くないっていう、ね、痛くない、そうそうそう、なくなるので楽しいことがそうですね。でも最近は本当肩肩甲骨が、はい、こう開いたりとか、まあ、ストラップ使ったりとかね、うんうん、した時結構効いてましたね。すごい、はい、肩がだいぶ膨れたんだなと思いますね。さっきの後ろの合掌は本当にあの誰でもできる感じじゃない？あ、ね、ね、ね、なんかそうなんですよ。あれはもう全く辛くないですか？辛いの、すごい。肩甲骨の本当動きが良い状況で、うん、そうですよね。はい、じゃあ横に動かします。先週花火でした。神宮でしたっけ？先週ですか？あれ？もう終わっちゃったのかな？あ、わかんないです。わかんない。はい、え、知らなかった。もしかしたらもう終わっちゃった？わかんないです。今日隅田川なんですよね。そうですよね。うん。そうか。わかんない。あ、そうなんだ。そういえば、もう最近花火の。そう、そうなんですよね。シーズン。花火の。そう。そううちも大きい花火大会があって、はい、スタジオ近く、うん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 、来週なんですけど。あ、そうなんですね。そう、神宮っていつだったっけ。神宮かな。神宮じゃなかったの。なんか大きいのまた今日先週もあったし、はい、今週も、ね、あ、そうなんですね。今週隅田川隅田川してたんですけど、あ、知らなかった。いやでもちょっと暑すぎますよね。本当ですよね。ねえ。いやなんか倒れないようにしないと、ね、そうですよね。人混みとね。さあ、またしてますか？夏バテ対策。夏バテ対策は、ね、やっぱ、なんだろう、そんなにしてないんですけど、うん、疲れてきたなと思ったら、うん、肉をかついて食べるみたいな、もうしてます。そうなの。じゃあ肉が元気の源。肉ですね。肉食べると元気になる。元気になる気がするから。いやでもね、はい、やっぱ肉食べれるかどうか大事ですよ ね、 あのね、よくお年寄りお肉食べてる方はめっちゃ元気で、うん、って言いますよね。なんかお肉食べる元気がないと、うん、ちょっとその気もね、はい、弱くなってしまう。元気のもとは、はい、じゃあママの外側行きましょう。食欲落ちちゃったもんね。いますか。そうですね、うん、どうしたのよって言って元気出るから、そうそうそう、食べればいいですよね、うん、飲んでばっかりになっちゃう。そうですよね。液体ばっかり、うん、あと冷たいものとかばっかりになっちゃう。あ、ね、本当ですよね。なっちゃいます、なっちゃいます。はい、
OK です。じゃあうつ伏せになりましょう。前もものを落としていきます。まあ、主に手つま先立てプランクの姿勢で前後に動きましょう。です。一回真ん中に置いてキープしましょう。はい、じゃあ右のかかとをお尻に近づけていきます。はい、ゆっくり伸ばします。左のかかとをお尻に近づけていきます。はい、ゆっくり伸ばしましょう。右のかかとをお尻に近づけます。左のかかとをお尻に近づけましょう。ゆっくり伸ばす。で、右のかかとをお尻に近づけます。一回膝ついて、このまま外に出し、膝の右側に置いていてください。うつ伏せになりましょう。で、右膝曲げて90度で、足の付け根の、太もも内もも側にこのローラー、こう、あ、そうです、ビキニラインのところで反らせる感じで、はい、ちょっと痛いかもしれないので、ちょっと痛いですよね。じわーっと動かさずに乗っかるだけにしておきましょう。ゆっくり吸います。吐きながらじわーっと股関節と肩甲骨を伸ばしていきましょう。吸って膝持ち上げ、反対してましょう。じわっとくると思います。はい、左足膝を90度曲げて、足の付け根太もも内側の方にオムローラー入れていきましょう。痛すぎるところはちょっと避けて、あ、じんわり効いてるな、気持ちいいなぐらいのもう一息、息を吸う。はい、OK です。で、くるっと腹部引き上げ、左膝持ち上げて、で、足を伸ばしましょう。はい、で、そのままゴロッと、仰向けになってきます。はい、肩の下、肩甲骨の上の方にコムローラー置いていきましょう。で、頭を下ろす。で、手を横に開きましょう。はい、ゆっくり吸う。で、そこからゆっくりお尻上げていきます。で、はい、コムローラーをお尻側下にちょっとずらしていきましょう。ずるずるずる。で、上に持ち上げます。少しその間前後に揺れていきましょうか。上下に1、ゆっくり2、3、4、5。はい、じゃあ肩甲骨上の方に向かってして、ゆっくりお尻を下ろしていきます。はい、じゃあ両手そのまま万歳、後ろの壁の方に持ち上げましょう。はい、ゆっくり下ろしていきます。斜め下ぐらい。はい、吸って持ち上げましょう。そうそう、ゆっくり吐きながら下ろしていきます。さあ、腕を、はい、下ろします。もう一回いきましょう。吸って持ち上げる、吐いて下ろしましょう。じゃあ次、前から天井に向かって手を上げ、で、上に持ち上げ、手を広げ、で、回し下ろしていきましょう。吸いながら前から少し広げて、頭の上、後ろから回し下ろしていく。はい、いきましょう。吸って、もっと脇下長く伸ばし、肘伸ばしたまま指先遠く円を描いて、下ろしていく。ベストで吸いながら、アップと伸びていきましょう。吐きながら下ろしていく。
じゃあ両手万歳、肘肘持って、はい、じゃあ吸ってお尻上げていきましょう。はい、背骨の下、ほぐろに沿わせながらゆっくり骨盤後傾で降りてきます。ふーっと肋骨をお尻側の方に引き下げましょう。吸いながらもお尻上げて、肘肩を重たく下に下げておきます。吐きながらぐーっと肋骨と腰骨の間を伸ばしていく。できるだけ骨盤をゆっくり後傾で下ろします。もう一回吸いましょう。アップ、はい、吐いていきましょう。ゆっくり下ります。じゃあ降りたところで一息吸って、胸に吸い気、右の胸、左の胸、両方の肺たっぷり膨らませていきましょう。広げて、そして縮める。はい、手解放していきましょう。はい、じゃあ両手を下ろし、肘ついて一度ゆっくり起き上がっていきます。軽く背中を丸くして、足前に伸ばして、前後にちょっと振っていきましょう。1、2、3、4、5、はい、起き上がりました。このローラーを外に出し、フラットに返していきます。では最後にいきましょう。はい、ちょっといきますね。はい、じゃあ L、I 字にしていきます。手に2つ並べて、はい、手前に肩甲骨の間で頭を乗せていきましょう。ブロックに押さえながらゆっくり乗ってみてください。肩甲骨の間と頭です。そうそうそう、はい、そしたらまた両手バーンザイ。ちょうど後ろの壁と、床の境目ぐらいが、ね、タッチできると思います。はい、そしたらそこからゆっくりお尻上げていきましょう。吸って、はい、吐きながらまた丁寧に降りていきます。一度吸って、アップ、吐いて下ろす。お尻上げるとき足裏使って、そしてそれをもも裏に伝えて、太ももの後ろ側からぐーっとお尻の下、骨盤高く持ち上げ、吐きながら下ろす。行きましょう。吸って伸び、アップ、お尻高く、吐いて下ろします。はい、じゃあそのまま頭側のブロックをここで、出てきた内側で脇締め、肘を天井に向ける。肘は壁方向に少し、ね、持ち上げていく。肩甲骨は下げ、肩を下ろす。からまたお尻上げましょう。吸いながらで脇開いてから、はい、少し骨盤後ろ遠くに下ろしていくつもりで、前骨床巻き締めて、吸ってアップ、両足で踏んで吐きながら下ろしていく。もう一度吸って、巻き締めたまま足の裏とハムストリングス使って骨盤高く、吐いてゆっくり吸っていきましょう。吸いながらアップ、吐いて下ろしていく。はい、じゃあゆっくり手解放していきます。はい、はい、じゃあ肘ついてゆっくり抱き上がっていきましょう。じゃあブロック2段2つですね、重ねてもらって、お尻の下に入れていきましょう。仙骨の下に置いておいてください。よいしょ。そうそう。はい。ここまで来たら右足を伸ばし、はい、左膝を胸に。一回右足ちょっと上げて、左膝もうちょっと寄せていきましょう。そこから右足をぐっと下ろしていきます。左膝寄せようとすると右の股関節の奥が伸びてくるので、右足あまりそんなに下ろそうとしなくていいので、左膝しっかり胸元に寄せていきましょう。吸って吐く、
膝曲げます。ここにパパッと倒しましょう。吸って、もう少し左膝胸に、太ももをお腹に抱き寄せます。呼吸しましょう。吸って、息を吐く。膝ゆっくり正面に、両手で離して左足を下ろします。はい、じゃあ今度右膝を曲げて胸に寄せる。左足をゆっくり前に伸ばす。右太ももも少しお腹に沿わせて寄せていきましょう。吸って、吐き出し寄せる。吸って、吐いて寄せる。右の膝ちょっと内側に入れて、右の座骨の左座骨の方に寄せるようにします。はい、OK です。左膝曲げましょう。横に倒します。左に流れていかないように、右の座骨、ブロック胴で膝は胸にまっすぐ寄せる。呼吸吸う。息を吐く。はい、じゃあ両手解放しましょう。はい、足を下ろします。一回膝立てておいてください。はい、じゃあお尻ゆっくりアップ、ブロック一段下げていきましょう。はい、もっと下ろしていきます。はい、じゃあ膝を胸に一度抱えて、膝で円を描く。恥骨をおへその方に引き上げて、背骨はブロックを軽く押す。引き出す。はい、OK です。じゃあ膝立てて、で両手を出しましょう。ブロック持ちます。吸いながらお尻アップ、ゆっくり下ろしていきましょう。はい、じゃあ右足の下にブロック、膝のちょっと前に立った後、行きましょう。もう近くていいです。あと5センチぐらい、あとそれぐらい。はい、左足アップ。はい、じゃあ吸いながらお尻、右のお尻とアンソリンが使って、お尻アップしましょう。1、下ろす、2、下ろす。あんまり左足でこう引っ張っていかないように、あくまでも右足です。足裏でブロックを押す。ももの後ろ側も押し出されて前ももが上がります。前ももで頑張る。下から押し出されていく。あと5回。5、つまりは上から順に下ろす。4、3、2、ラスト1。はい、ゆっくり下ろしましょう。足下ろします。また行きましょう。左足の下にブロック、しっかり押せる位置で、膝の下よりも少しだけかかとは前です。右足アップ。はい、じゃあ足裏で押して吸って、アップ1。そうそう、ハム鍛えていって、お腹もできるだけリラックスしておいて、足で上げる。足で押し出されて骨盤上がってきます。5、
っすぐ8 あとちょっと9ラスト10はい、オッケーです。ゆっくり足を下ろしましょう。熱い、めっちゃ熱いです。はい、じゃあ、ブロック外に行きます、はい。はい、じゃあ、足を入れて。はい、で、仙骨まで床。で、太ももとお腹を寄せる。1。ゆっくり下ろす。足閉じたまま。2。下ろす。3。高く上げたよりもお腹と太ももを寄せるよ。で、また頑張らない。お腹で6 7 8。お腹の奥、骨折の奥を感じていきましょう。9 8飛んじゃった。8 もう一回。9イールスト10。はい、OK。 はい、じゃあ足振って前後に揺れましょう。1 2 3。イーラスト、アイアケイボー、ふぅー、叩ける。あ、じゃあ、お水どうぞ。はい、はい、熱い。今まではゆったでね、はい、ストラップ使って地道です。だけど暑い、活性化です。暑いです。よいしょ。十分暑いです。地味にね、中にちゃんと効いてると思うので。暑いです。外の大きい人、ね、はい、うん、すごい。はい、じゃあ壁使っていきましょう。はい、しゃ、はい、じゃあちょっと移動して。壁こそが辛い。壁こそが辛い。壁こそが辛い。これはでも本当にリモートだと絶対できないですよね。これね、ちょっとね、はい、なかなか伝えづらい部分もあるので、ここでしかできないです。できないですね。自分に見えない。まだ立派な壁がありまして、立派な壁があるので、このね、打ちっぱなしのかっちょいいコンクリートを使って、はい。では、ちょっと体側伸ばしましょう。はい、じゃあ横向きにしてもらって、壁側の、手、ちょうど、肘90度ぐらい曲がるところです。下向きにしましょう。もうちょっと近づいてもらって。はい、じゃあ外側の足、壁外側の足を後ろに引っ掛けてクロス。はい、じゃあ外側の手を横から大きく吸って吐きながら壁の方に近づいていく。はい、ゆっくり吸う、吐きましょう。はい、じゃあ壁を押していきます。息を吸って吐きながらプッシュ。少し後ろ足の方に持っていく。息吸って、ちょっと緩めましょうか。吐きながらプッシュ。はい、前足の方に今度体重乗せていきます。そう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 、壁を押して押して押して、はい、後ろ足に一度乗る。一回吐いて前に前に、で壁を押す。吸って緩めましょう。吐きながらプッシュ、押し出してキープ。左の肩甲骨外に張り出して、で前足の方に乗っていきましょう。そう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 、足で押して押して押して、キープキープ、もう少しだけ。はい、OK。吸いながらポンと壁を押して、一度左手を下ろしましょう。はい、じゃあくるっと反対いきましょうか。はい、じゃあ左手、肘90度ぐらい、手をタッチ壁。はい、で指先に下向きにしてください。はい、じゃあ右手遠く外側から大きく巻き開いて壁にタッチ。はい、息を吸って吐いていく。壁を押す。右手もう少し下でもいいですね。そう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 、うん、で肘を伸ばしながら右の脇から右肩甲骨を外に出していきましょう。はい、一回吸って緩めます。
もう一回吐きながらプッシュです。で前足の方にちょっと体重、右の腰骨外側にお尻吸って吐いて、ささささささプッシュプッシュで肩甲骨も外外外外外、はい、吸って緩めましょう。吐きながらプッシュ、ぐーっと押し出して、押し出したままキープしましょうか。吸って足でも踏んで吐いていく、伸びたまま伸びたまま、はい、OK、 吸いながら緩めましょう。吐いて解放します。一呼吸、はい、じゃあ足ほどきましょうか、はい、暑い、はい、でもまあ大丈夫そうですね、よく伸びてます。はい、じゃあ壁伝っていきましょう。はい、よいしょ。はい、じゃあ左足前、右の膝を壁と床の間。はい、左足のかかとをちょっと前に出してあげてください。じゃあ手をももに置いて一回腰を丸くする、骨盤後傾、うん、でそのまま少しずつ体も起こしていくけど骨盤後傾のまま、そう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 、息を吸っていきましょう。右手アップしましょう。息を吸う、できるだけ右の座骨を壁の方、かかと側の方、左の座骨も少しずつ壁の方へ、息を吸って天地骨を少しだけ前に押し出す。息吐きながら軽くでいいです。左に細くなる、右の肩甲骨壁、右脇を後ろに引きましょう。吸って吐き出す、吸って吐く、吸って吐く、はい、戻ってきましょう。気づいながら、はい、手を下ろします。はい、じゃあゆっくりこのまま恥骨を前に前に出しながら、右のかかととお尻を離していく。両手ブロック、左足ちょっと前出しましょう。膝よりもかかと前、はい、じゃあブロックをしながらぐーっと上に伸びていきましょう。息吸って吐きます。右足の甲をすねで壁を押しましょう。吸って吐き出す、プッシュ、1、2、3、吸って一度伸びて吐いてプッシュ、1、2、3、吸って緩めたらちょっと恥骨前、吐いてプッシュ、1、2、3、はい、右手手のひら天井、指先壁、そのまま後ろにタッチ、吸って吐いて、ちょっと壁押し出しながら右の肩甲骨で右胸を前に押し出して、肘伸ばしたまま脇締めて、脇を耳に揃える、左手離れそうです。同じように手のひら、そう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 、ちょっと手開きましょうか。右手外、脇を締めたい。息を吸って、はい、壁を押しながら左の肩甲骨も左胸前、右側をもうちょっとだけ押し出しましょう。右座骨を1センチ前、左座骨1センチ引いて、もう一呼吸、吸って脇締める、右脇締める。あー、OK、片手ずつブロック戻りましょうか。うん、きつい。はい、OK、緩めましょう。はい、前足伸ばします。踏み込んで、今日いいですね。今日いいですね。今日いいですよね。はい、踏み込みます。はいはいはい、伸ばして、股関節大丈夫ですか？今のところ大丈夫です。はい、はい、うん、はい、じゃあ足を下ろしてちょっとどんどん行きましょう。きつでもいいです、いいです、いいですよね。いい、久しぶり、うんうん、あったいきましょうか。じゃあ左の膝を壁と床の間にまっすぐですね。右足を左です、はい、一回ちょっと背中丸く骨盤を置いたら、ゆっくり手はもも、で体をこうしてくる、そうできるだけ
腰から反っていかないように、呼吸のままで壁の方にゆっくりゆっくり息を吸って吐き出す。骨を前に押し出していく。吸って吐く。吸って吐く。右手ももに置いて左手アップです。息を吸う。一つ長く脇の下、左体側伸ばしましょう。吸って、壁反ったまま吐きながら軽く左、今度右です。右の前ももから人の体側が伸びてるイメージ。前ももから小指側までのラインを長く止めていく。吸う。骨を後ろ壁方向にちょっと引いていきましょう。もう一息、息を吐き切る。はい、吸っていきましょう。正面ゆっくりと手を下ろしていく。きつい。はい、じゃあ少しずつ恥骨前に押し出しながら、左のかかととお尻が離れていく。手をブロックに置きましょう。さあ、足も前にちょこちょこ歩かせてください。はい、手を吸いましょう。ちょっと左のつま先内に入ってきたので、親指まっすぐ上方向に、よいしょ。はい、ブロックをしながら一度伸びる。息吸って鼻から吸い、もう一息吸って、吐く。足の甲すねで壁をしていきましょう。吸って吐いてプッシュ。1、2、背骨上に伸び続けます。吸って緩めて少し骨前、吐いてプッシュ。1、上に伸びて2、足を押して、吸って緩めた時に骨盤前方前、お尻とかかとが離れていく。吐いていきましょう。右の座骨は少し壁方向に引いておく。右座骨は前方前、かかとから離れていく。そう、太ももの骨で座骨を押し出すようなイメージ。もう一呼吸。はい、じゃそのままキープです。右手、左手アップ、手のひら上向き、指先壁。一回壁を押して、左の肩甲骨で押し出し胸前。吸って、で脇締める。吸って、じゃあお腹ぐーっと縦に長く引き上げたまま右手アップ。ちょっと肘下だけ中に入っているので、肩幅だけど脇は締めたい。息を吸って、壁を押しながら、もう一つ恥骨前方前、吸って吐いて押し出す。吸って、肩甲骨で胸をぐーっと少し斜め上方向に、そう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 、壁を押して、はい、オッケー。片手ずつ戻りましょう。あ、きつい。はい、オッケーです。膝伸ばして、曲げて、伸ばして、曲げて、伸ばして、曲げましょう。はい、オッケーです。はい、どうもしましょう。こっちもいい感じですね。うんうんうん。はい。じゃあちょっと、チャレンジ。そう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 。じゃあお水飲みながら。最後ですね、チコツつけたら両手を万歳です。しっかり巻き締めてあげてください。で、チコツで押し出しながら息を吸う。吐いて、少しずつ胸を上に上に上げていきましょう。両手を離す。息を吸う。吐き出しながら後ろ吸って、ずっと押し出しておく、押し出しておく。吸って、吐いて、前、起き上がっていきますね。で、もうちょっと広くていいです。つま先立てましょう。はい、足もうちょっと狭くします。内ももを締めておきましょう。内もも、後ろ足かとは壁があると思って蹴っておいてください。まず恥骨で押しましょう。壁方向、息吸って、目線斜め上、吸って、はい、じゃあ手を少し下ろしていきます。吐きながら壁を押した力で胸が遠ざかってきて、胸は斜め上に上げたままです。息を吸う。吐いていきましょう。ふう。もう一つ吸って。吐く。
じゃあ両手をぐーっと離して耳の延長線上でも手からいかないようにお腹で支えましょう。肩下げます。息吸って骨を押し出して吐きながらぐーっと胸が上がっていく腕の重さで少し後ろへ吸って耐えれるところまでです。戻ってこれるところまで。一回戻りましょうか。はい、OK。息を吸いましょう。吐いていきます。もう一回行きましょう。吸って、吐いて、恥骨で押す。胸を遠ざけ、斜め上方向、吸う。さあ、腕頭から行かずに、さあさあさあ、肩甲骨少し押し出して、吸って、私の手押しながら後ろに来てください。さあ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 、恥骨を押し出したまま、吸って、吐いて、もう一ついけたら後ろまで、そっち骨を押し出してお腹長くなって体の重さずっと引っ張り続けていきましょう。スーッ、押してくださいね。はい、ゆっくり戻りましょう。はい、OK。リラックス。はい、じゃあ壁から離れましょう。はい、すごい。後ろが結構ね、はい、今プルプルし始めてたので、プルプル、まあ、ほんとそこまでで大丈夫です。つけたまま、はい、つけたまま、つけたまま、だん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 、すごい、後ろに来たわけでずっと斜め上に伸び続ける、伸び続ける、なるほど、伸び続ける、伸び続ける、すごい。映していいですか？はい、どうぞどうぞ。今の、いいですか？わかりますね。はい。はい、伸びして、押し続けて、押し続けて、うん、後ろに下に下がって伸び続ける、うん、伸び続ける、はい。すごい。こっちの方向。はい。伸びて、伸びて。なるほど。すごい。すごい。下についていくと。はい。よいしょ。頑張った。なるほど。はい、という感じで、やっていきましょう。はい。腰からじゃなくてね、うん、ずっと背骨がこう伸び続けた延長線上に、これすごいな、フィート張っときましょう、はい、ふにゃってわけじゃなくてずっと張ってます。そんな背中で、はい、はい、じゃあ床に戻りましょう、はい、今日すごく晴れてますね、晴れてますよね、うん、素敵、よいしょよいしょ、私もよく締められてたし、はい、はい、腕の引き締めが、しかし暑いできてます。しかもね、本当ね、すごいクーラーで効かせてくれてる、ね、効かせてくれてる、面白いことですか、だってなんかね、すごい熱気が上がってますよ、はい、じゃあブロックちっちゃいので、はい、よいしょ、はい、やつまいです。丸くしていきましょう。息吐きながら、ふう、はい、じゃあ吸って尾骨から上げます。お腹伸ばして吐きながら、ふう、骨盤から腰、背中、胸の後ろ側丸くなって、吸いながら尾骨から、ふう、背中の後ろに引いて、はい、OK です。背中まっすぐ、足つま先を当てて、お尻を OK しましょう。息吸って、吐き出す。右足上げます。吸って、膝胸、手と手の間、はい、じゃあ左膝つけましょう。くるく両脇中くらいの高さにしましょうか。はい、ブロックに手を置きながら一回体を起こしましょう。左膝アップ、つま先立てて膝持ち上げます。吸って、かかと切り出す。ブロック一段高くしていきましょう。骨盤を起こしていく。はい、左膝軽く曲げて押し出す。1、吸って曲げる、吐いて、特にもも裏でぐーっとかかと後ろで引っ張っていく。3、そう、前じゃなくて後ろ側をよく伸ばしていく。ラスト、押し出す、キープ、吸って、吐いて、左膝マットにつきましょう、うん、左の、付け根
ぐーっと伸ばして、手でブロックをしながら一つ下からからそうおへそ溝を下で、おお、そう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 、うん、いいですね。息を吸う、吐きましょう。左の前ももから胸まで喉までつながっている意識イメージもできます。はい、 OK です。じゃあそのまま左足のかかとも出てきます。つま先伸ばします。で左手そのままブロック、右手をアップ、ぐるっと胸から後ろ振り返っていきましょう。おお、スムーズ。吸ってかかとを一回近づけましょう。一回じゃあ正面向きましょうか。吸って吐く。じゃあ右手で左のかかとを近づけておいてください。お尻の方でまっすぐ正面見ましょう。内もも軽く引き締めて、左手離して後ろどうぞ。ね、おお、もしもし、どうぞしっかりと踏んで、前足、目線前。少しはかかととお尻離しながら、足後ろ胸開いて、吸ってバランス。お、とても綺麗。胸は。ああ、もしもし。でもちゃんとできてます。そう。でも胸がね、しっかり開けてます。さっきゆっくり戻りましょう。右膝を伸ばして、一旦踏み込んでいく。後ろに引いて。はい、じゃあブロック1回外に出し、両手をマット、左足、つま先と膝、右足、後ろ、お尻上げます。で、かかとアップ、はい、手下ろす。はい、じゃあ右足、ごめんなさい、左足での手の感じだ。右膝つけましょう。はい、じゃあブロック両脇肩の下、中くらいの高さから1回吸って、ずっと背中伸ばす。吸って、ブロック一段高くして、さらに起き上がっていく。吸って吐く。右の太ももで右の座骨を一つ前に、そこから一つ胸が遠ざかって、そうそうそう、つま先立てました。右つま先立て、あ、まだ一番、ね、膝アップ、もう一回行きます。せーの、膝アップ、吸って曲げ、吐いて押し出す、1、曲げ、吐いて、ぐーっと右のかかとで右の股関節縦に開いてあげてください。ぐーっと後ろに伸びていく、伸ばされていく。3、ブロック真下に押して、脇で押す、手とか手首じゃなくて脇でグッと押して、ラスト膝曲げ、ゆっくりとす、伸びた状態キープ、右膝そっと床です。でかかとをお尻に近づけましょう。つま先ピッと伸ばして、じゃあ右手そのままブロック真下に押しましょう。左手アップ、息吸って、肩胸ぐるっと後ろです。おお、足もいい。息吸って、一回左肩正面に戻しましょう。それ右手そのままスッと後ろ、一旦かかと、そうそうそう、近づけ、吸って後ろに一つ伸びて、あー、これ難しい。はい、難しい、難しいですね、はい。手伸ばしましょうか、はい、しっかり伸ばして、うん、足踏み込ん で、 で右の鎖頸部から胸スーッと持つ、そう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 、このまま左手、はい、で正面、息吸う。じゃあ右手を前に伸ばしましょう。そうそうそう、親指と人差し指つないで、手のひら上げ、親指と人差し指、前と後ろ、あー、難しいです。でもきっと一瞬、綺麗な形が、はいはい、もう一回だけやってみます。やってみます。やってみましょう。前足かかとを膝の真下まで、これを持ってきます。膝の下にかかとです。そう、一回ブロックを押して胸高く、そうそうそう、胸の位置そのまま、はい、じゃ左のももを裏でぐっと縮めて、かかとお尻に右足曲げていきましょう。つま先を伸ばす、右手そのままブロックの下に押して、左手離します。肩胸から開いて、ちょっと後ろ振り返りましょう。そう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 、一回寄せる。それはそのままくるっと左の腰骨、左肩肩甲骨正面、右手を離します、前伸ばしてキープ、息を吸って、そうそうそう、吐く、吸って、吐く、もう一呼吸、
右手と胸でもう一上がりしていきましょう。吸って、そう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 、胸を押さえ、ゆっくり下ろしましょう。右手をブロック、左手離して、あー、やけー、きつかった、あー、きつかった、とても綺麗でした。膝を曲げて伸ばす、曲げて伸ばす、ブロック外に出しましょう。両手ついて、左足後ろ、はい、お尻を左右に出しましょう。正座に起き上がっていきましょう。はい、はい、今まで一位綺麗だったじゃないですか、ね、ですよね、できましたよね、ありがとうございます。長くキープもできた、できましたよね、すごい。やっぱでもビデオ回してるから集中力が上がりますね。じゃあ見てる方の力も上げていきたいと思います。じゃあクルーしていきましょう。足と回して、頭回してです、はい、いつも以上にね、いつも以上なんか力が増してくるかもしれませんね。はあ、はい、じゃあ一回体を丸くしましょう。膝立てて、胸に近づけて、で左右にゴロゴロと揺れます。腰、背骨、一つずつ、肩、肩甲骨のあたり下ろしていきます。首の後ろもゴロゴロと揺らして、はい、じゃあ真ん中で吐きを止めましょう。息吸って、左足だけ前に伸ばしていきます。右膝を胸に、息を吸う、吐きましょう。はい、で右手横に伸ばし、左手で右膝を左に倒す。首はくるっと右に、手は出します。振り吸って、右肩の力が自然と吐く息で流れ落ちて、ストーンと緊張も体も吐き出していく。ゆっくり吸って吐きましょう。戻っていきます。右足正面、足を伸ばし、腕を伸ばしていく、はあ、今度は反対、左足、膝を胸に、右足は伸ばしていく。息を吸って、吐いて寄せる、吸って吐いて寄せる、右手で左膝、右に倒して、深く呼吸、顔は左に向けましょうか。吸って、吐きましょう。鼻から吸
ましょう。吸いながら左足正面、足を伸ばし、腕も下ろし、息つきましょう。意識を落とし、吐いてくる息、お腹に胸にたっぷり広げます。一度はーっと吐き
く吸って吐き出していく。はー、力を抜けていく。はー、足を閉じ、両手を胸の前、ぐっと手を返し、大きく一度伸びましょう。息を吸って伸びる、伸びて吐いて脱力。一度行きましょう。吸ってさっきよりも伸びて伸びて伸びて吐いて、はあ、では手をほどき片膝ずつ立てていきましょう。右に体を傾けます。背を手をついて頭を最後ゆっくりと体を起こしていきましょう。両手は膝に、背筋を伸ばし、目を閉じる。よく頑張った自分の体に、自分のハートに、自分を支えてくれた存在に感謝の気持ちを込めながら、ゆっくり一息。両手合わせ、胸の前です。自分の自分につながる一つ一つ、感謝の思いを込めながら、今度は頭を下ろします。では、今日の夜これで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、暑かった。でもすごくね、集中、ね、はい、して、うん、集中してできましたね。すごい。その結果もね、はい、とても綺麗に。ここ2ヶ月で一番良かったですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、調子が良くなかった時もあったけど、はい、なんかそれをまた乗り越えて。そうですね、ありがとうございます。すごい。はい、ありがとうございました。すごい。集中してできた、うん、もう見比べるとびっくりするぐらい。そうですよね、はい、これやった片手だったのが、はい、両手で持てるようになり、継続して残すことで、はい、そうですね、はい、見比べたりできるし、はい、成長の過程がちゃんと記録されている、はい、記録していけたらいいなと思うので、ね、あとちょっとみんなの力も借りながら、そうですね、いつも以上にね、はい、なんかね、いい時間。いや、ありがとうございます。ちょっと頑張りますね、はい、日々進化しています。なんかそうですね、うん、あの、うん、やればできるようになりますね、うん、なります、なります、うん、それがすごい感じるんで、うんうん、ちょっとずつだけど頑張ります。いや、でもそのちょっとずつの積み重ねがかなり今ね、うんうん、はい、こう積み上がってますよね。そうですよね、なんかそんな、うん、こんなに崩れないというかね、うんうんうん、でもそうですね、姿勢とかもだいぶ良くなってはきたなと思うので、うん、はい、やり始めた頃よりは、うん、はい、この辺とかね、開いてますね。あの、ここがなんかこう開くのが難しいなっていうのは思ってて、でもだいぶ開いてきたなと思うので、はい、あとなんかこれですよね、これが上がっちゃうから、うん、これがこう自然に、ね、はいはいはい、降りてきたら、うん、首もね、なんか長くなりますし、そうですね、はい、本来の首の長さが埋れちゃうので、こうなっちゃってるから短くなっちゃうんですよね。そうそうそう、短く見えてるだけで、うん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 、実際はちゃんと長いので、ちょっとじゃあこれでまた頑張ります、はい、はい、頑張りましょう。3ヶ月後エリサ先生、また引き続きよろしくお願いします。3ヶ月後楽しみですね、はい、また年内に、はい、年内
年内はちょっと、そうですね、2回ぐらい。そうですね。はい、年末はなんかスペシャルで。ねえ、もっと、はい、やりたいです。ありがとうございます。もしかしたらそこで、こう、後ろに。大技ができるかも。ねえ、できるようになったらいいなと思うんですけど。ね、頑張ります。大技チャレンジも、ぜひご期待くださいませ。はい、そうですね。やっぱ、あの、整いますよね、体がね。だから全然、産後1年2ヶ月の割には、やっぱ動けてると思います。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた、エイト先生でした。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、すごい。今日は、はい、結構できました。エアコンが効かないぐらい熱々でございました。本当にありがとうございます。